皆さんこんにちは、ギター屋さんの国田大輔です。今日は久しぶりに機材動画です。機材の紹介というかですね、今日のテーマはズバリ、僕が今まで使用したオーバードライブの中で最も万能なオーバードライブを紹介します。はい、オーバードライブ、まあペダル、オーバードライブ、エフェクターとも言いますけれども、ギタリストにはですね、もう必需品といっても過言ではないんですが、オーバードライブペダルというのは、このギターのね、音色はこれクリーントーン、普通のこれね、通常の綺麗なクリーントーンなんですが、ロックの象徴、ギターの音、ロックギターの音っていうのはどういう音かというと、まあ、歪んだ音ですね。このですね、これが、オーバードライブのサウンドなんですけれども、まあ、オーバードライブっていうのは、まあ、歪んでいるってことなんですが、歪みの度合いでですね、ちょっと呼び方が違ってまして、最も歪んでいる、ギターの音をですね、まあ、ディストーションとかって呼びますね。ディストーションでもう少しゲインが、低い、この歪みの割合が少し抑えめなのがライトな歪みといいますかね、それがオーバードライブといいます。で、僕が今日紹介する、この動画で紹介するペダルはオーバードライブ系ペダルですね。で、僕が今まで使った中で一番万能なペダル、まあなんていうか、よくですね、生徒さんとかにどういうあの歪みペダル使ってるんですかとかね、どういうペダル買ったらいいですかとかね、あとは、ギターを始める方、これからギターを始めて初めてエフェクターを買うと、歪みのペダル何買ったらいいんですかとかね、よく質問を受けたりするんですけども、そういう時に僕がおすすめするペダルが今日、紹介するペダルなんですが、まあオーバードライブペダル、僕今ね部屋をいろいろ見てるといろんなペダルがあります。これマクソンの OD9 とかですね、マクソン OD9、はい、でこれは、エグゾティックのソウルドライブ、これすごいおすすめです。これは僕メインで使ってるペダルなんですが、これもオーバードライブですね。あとは、マクソン VOP9 とかね、これもオーバードライブ、まあ、いっぱいあります。オーバードライブもう本当にそんなにいるのかっていうぐらいオーバードライブは、たくさん持ってるんですけれども、その中で僕が思う、まあ万人に一番なんていうかな、まずこうね、この買っておけば間違いないだろうというね、万能なペダルがありまして、それは何かと言いますと、こちらにある一番右側の赤いペダル、エグゾティック BB プリアンプですね。はい、この、ペダルは僕は、いつも、おすすめしてます。これはもう僕が買ってから15年ぐらい経つんですけども、もうずっと、もうね、いろいろこうボロボロになっちゃって、こことかノブとか取り替えたりいろいろしてるんですけども、15年間ずっとね、売らないで自分の手元のにあります。なんかのインタビューで僕の好きなね、ギタリストのオズノイっていうね、ギタリストはですね、たくさんペダルを持ってるけど、もしペダル1個だけね、持っていく、1個だけしか持っていけないと、セッションにね、レコーディングセッションとかライブのセッションとかにペダルを1つだけしか持っていけない、じゃあ何を持っていくかって言われたら、この BB プリアンプを選ぶと言ってました。うん、僕はすごく納得できるんですけど、それにね。で、ニューヨークに遊びに行った時にですね、僕の友達のアレックス・マーカチェックっていうギタリストがいるんですが、素晴らしいギタリスト、僕のアルバムにも参加してくれてるギタリストなんですが、ライブの機材を見るとですね、足元に BB プリアンプを使ってました。うん、素晴らしいサウンドを出してたんですけども、それでね。で、これが、エグゾティック BB プリアンプ。で、なぜこのペダルが万能かと、ポイントはいくつかあるんですけども、一つまず、そのオーバードライブがね、万能である、一つのポイントは何かというと、まずはギターアンプを選ばないということですね。はい、素晴らしいペダルたくさんあるんですけれども、まあ、ここに、隣にある僕がよく使っているマクソンの SD9 であったり、この、一番左のは、チューブスクリーマーなんですけれども、これも素晴らしいペダルなんですが、どちらかというとですね、この2つはとても癖があるペダルです。どう癖があるかというと、周域にすごく癖があります。中域、ミドルレンジなんですけれども、音域の真ん中のね、中音域にとても癖がありまして、中音域がすごく大きいんですね。で、そうするとですね、例えばアンプ、マーシャルのアンプとか、マーシャル系のアンプっていうのは中域がすごく大きい、アンプですので、
この辺のペダルを使うと少しその中域が当たっちゃう時があります。なので僕はマーシャル系のアンプであまりチューブスクリーマーとかあまり使わないんですけれども、これはどちらかというとフェンダー系のアンプにすごく相性がいいです。フェンダー系のアンプっていうのは中域がそんなにないので、マーシャルと全然違うので、まあマーシャル系のアンプとフェンダー系のアンプっていうのが、まあギタリストにとっても皆さんお分かりになると思うんですけども、2台ねアンプの種類があるんですが、ちょっと特色が全然違いまして、こちらの、ペダルは少しねアンプを選ぶペダルと僕はそういう印象があります。で、僕は今日フェンダーのアンプで、弾いてるので、もちろんこれねこれ素晴らしいサウンドするんですけれども、で中域にね、中域っていうのがとても大事なポイントなんですけれども、ギター、例えばじゃあギターを選ばないってどういうことかというと、まあ、簡単に言うとですね、僕的に、はピックアップを選ぶか選ばないかっていうことに、つながると思うんですね。で、ピックアップ、僕このピックアップは全部シングルコイルなんですけれども、シングルコイルとハムバッカーってありまして、シングルコイルというのは非常に中域がそんなにない、フラットなね、ピックアップで、ハムバッカーっていうのはすごく中域が大きい、まあさっき言ったアンプで言うとフェンダーとマーシャルみたいなもんなんですけれども、シングルコイルとねハムバッカーなので、このチューブスクリーマーとかですとね、ハムバッカーで、でさらにこのポジションね、フロントリアってあるんですけれども、リアの方がギターっていうのは中域が大きく出ますので、リアピックアップ、例えばハムバッカーでリアピックアップにしてチューブスクリーマー、そうするともう中域がものすごく大きくて鼻詰まりトーンになってなかなか難しいってことがありますね。例えばちょっとでギターね、ギターアンプを選ばないというのはどういうことかと言います。ちょっとここでデモンストレーションしたいんですが、じゃあ例えばねチューブスクリーマーでフロントピックアップで弾いてみると、いい感じですよね。フロントピックアップっていうのは中域がそんなにねないですからね。まあベースは、あと代わりにベースがすごく出ます。でベースがすごく出るので、このチューブスクリーマーっていうのはベースがすごく出ないペダルなので、すごく相性がいいんですよ。シングルコイルのフロントピックアップとこのチューブスクリーマー非常に相性いいです。ただこれを例えばリアにすると、こういうなんか鼻詰まりトーン、いいんですけどもタイトではないですよね。あと例えばコード弾いて、ロックバンドの中でこういうねパワーコードとか弾くってなると、ちょっとなんかタイトじゃないかなっていう。そうするとですね、こっちの BB プリアンプの方が中域が締まっていて、リアピックアップで弾くとすごくわかりますよね。すごく大きなアンプのサウンドな感じします、こっちの方が。で、僕は少しベースを上げてます。ベースを上げるのがおすすめなんですけれどもね、この BB プリアンプだよね。で、今はゲイン、真ん中ぐらいですけれども、十分なゲインで。ロックバンドの中で、普通にこうパワーコードで弾くとかね、ライトなオーバードライブでバッキング弾くってなると、このぐらいのサウンドでいいと思います。だけどすごくコードの輪郭もはっきり出てる、すごく綺麗な歪みですよね。全然ぐちゃっとしてません。で例えばさっきのもう一回チューブスクリーマーにすると、まあ全然いいんですけどね、ちょっとルースな感じがします。こっちの方がバンドっぽい。でかといってこれは今中域がすごく癖がないので、 BB プリアンプに癖がないのでリアピックアップですごくいいサウンドなんですが、じゃあフロントにしたからといって、じゃあそんなにブルージーなトーンが出ないかっていうと、ちゃんと出てくれるんですよ、素晴らしいこのフロントのトーンね。
ちゃんとブルージーなトーンになるでしょ。エグゾティックのペダルは全て素晴らしいんですけれども、すごく透明なこのねギターの音がするんです。ペダルの音じゃなくて、ニュアンスをすごく追っかけてくれる。ダイナミクスがすごくつけられます。コンプレッションがすごく弱いので、一番大事なポイントが今言ってるこのアンプ、ギターを選ばないというね。あのシングルコイルでも、あのリアピックアップでもフロントピックアップでも選ばない、どちらでも使える音がすると。例えば今シングルコイルのこのギターですけども、ハムバッカーのギターにしてみますね。はい、これサーのギター、サーのガスリー5番シグネーターですね。ハムバッカー、シングルコイル、ハムバッカーが乗ってますので、先ほどの3シングルとは全然違うタイプのギターだと思います。例えばじゃあ一番中域が出るリアのハムバッカーで、さっきのねチューブスクリーマーの音を弾いてみると、すごいもう鼻ずさらに鼻詰まりトーンですよね。でフロントにするとまあ多分、まあ、いい感じですよね。もちろんね、まあ、ちょっと中域僕は強いかなと思いますけど、だけど先ほどの BB プリアンプだったらどうなるかっていうと、リアピックアップチューブスクリーマーよりは全然あの中域はないですよね。ですね、バンドサウンドで使えそうな、はい、ゲインも結構出ますね、やっぱりね、ハンバッカーだからね。でフロントにしてももちろん、ね、だからギターを選ばないですね。 これはすごく先ほどの3シングルよりももっと中域が強いあのギターなんですけれども、チューブスクリーマー系だとこの中域が出すぎるなって感じることもあるんですが、 BB プリアンプはすごくフラットなので、だからお持ちのギターがどういうギターでも、レスポールでも、こういうねハイエンドなギターでもすごく相性はいいと思います。はい、もう一回戻しますね。はい、例えばこのマクソンの SD9 素晴らしいペダルなんですが、どんなサウンドかというと、ね、とても太い。でこれは今フェンダー系なので、アンプが結構バランスもいいと思います。ピックアップのリアでもフロントでもいい感じ。ただこのペダルはとてもベースが出るペダルで、これはコード感がすごく難しい時があるんですね。例えば E7 シャープ9みたいな、このペダルはすごく太いペダルです。あの音域がすごく広くてね、ベース音域がすごい出てます。低音域がすごい出てるので、ソロプレイにはすごく太いんですけども、こういうコード弾きになるとちょっとなんかファズっぽいペダルなんですが、 SD9 はね、この下のこういうね音域が強すぎるあのオーバードライブはコード感がすごく難しい時があるので、万能かというとそうでもないっていうね。僕もその SD9 大好きなペダルなんですが、どちらかというと僕の印象はホームランバッターね、万能選手ではありません。こうスイートスポットを見つけたらもう最強のペダルなんですけどもね。これ例えばじゃあ今のを BB プリアンプにすると、ね、ちゃんと出ますよね、コード感がね。まあ今ちょっとゲインがもっと上げてもいいですね。 SD9 と比べるとゲインが小さかったので、やっぱりすごく EQ がフラットなので、ローが出すぎてないのでコードもくっきり聞こえると。歪ませてもね、がっつり歪ませても、アルペジオとかもすごくよく聞こえる。
ックバンドとかでいいですよね。この SD9 だと、ちょっと下が出すぎてるのでアルペジオとか綺麗に聞こえないですね。しますよね。こっちだと BB プリアンプだと、ね、っていう風に綺麗にサウンドするので、これがまた一つの、もう一つの重要なポイントですね。ローですね。さっきが中域、今ロー。ローはコードのこのね、分離感を出すので、はい、大事ですね。はい、最後もう一個ね、大事なポイントは十分なゲイン量があるということですね。オーバードライブの使い方っていうのは歪んだアンプに使うってこととクリーンのアンプに使うってことね、2種類あると思うんですけども、でもね、多くの方がですね、今ね、歪んだアンプ、まあアンプを持ってる方も少ないですし、このね、大きなアンプで歪んだアンプ、自分のね好きな音をいつでも作れるかってそうでもないと思うんですよね。クリーンアンプにペダルとギターを持っていくっていうことの方が多かったりもすると思うので、そのペダル自体に十分なゲイン量がないと、ブースターとしてだけね使うペダルだとちょっともったいないという、万能とは言えないですよね。例えば今このブースターとしてすごくね、まあとても有名なこのケンタウルスってねありますよね。僕も前で動画で説明、動画で紹介したペダルなんですが、これは本当に素晴らしいペダルなんですけども、やはりゲイン量が完全にブースター用なんですよね。ほぼマックスで上げてもこのぐらいまでしか歪まないので、でやっぱりEQ の感じもちょっとルースな感じなので、完全にブースターですね。ブースターとしてはもう最強なんですけども、すごく下も出てもうすごくいいペダルなんですが、万能なペダルかというとそうでもないですよね。ゲインがやっぱりクリーンアンプには足りないって感じる方も多いと思います。これでこれ1台でロックバンドやるっていうのはなかなか難しい。でこれもすごく中域が強いペダルなので、マーシャル系とのアンプとも相性もちょっと難しい時もありますので、今フェンダーなのでまだマシなんですが、でやっぱりこの BB プリアンプと比べるとゲイン量が全然違いますね。BB プリアンプマックスにすればかなり歪みますので、フュージョントーンにはなりますね。ディストーションまではいかないかもしれないですけどね、非常に綺麗な歪みです。はい、今回はですね、一番万能なペダル、今まで僕が使った中で一番万能なペダルを紹介するということで、いやいやもう かなり個人的なね、僕の非常に個人的な意見の、動画なんですが、でもすごくおすすめペダルです。オーバードライブ最初の1台何がいいのかなっていう方とかね、すごく参考になってれば嬉しいです。はい、というわけで、今日は久々の機材動画でした。どうだったでしょうか。いろいろこんなペダル、もっとありますよとかね、いろいろ皆さんご存知だと思うので、僕の知らないペダルとかもいろいろあると思うので、ぜひコメント欄とかにね載せておいて、もらえると非常に嬉しいです。はい、でインスタ、ツイッターももちろんやっております。ピーター大好き YouTube チャンネル、ぜひチャンネル登録して、これからも、今日はね機材動画でしたが、レッスン動画、ライブ動画、いろいろ上げてきますので、ぜひ、楽しんでいってください。今日はありがとうございました。